ワンアウト二三塁でバッター片岡、これで打順が一回りして、でやはり、まあ、中村武也あるいは中島がいなくなった、まあ、それがあのいい方向に出てるなというのを認めてるんですけれども、はい、詰まった打球で、うん、これはバックホーム三本間に挟みます。二塁ランナーも三塁進んでますんでここでアウト、そしてバッターランナー二塁へその間に進んでます。あれ？いや今ね、2人に今最後タッチして、普通あの先にいただいあとランナーアウトだけなんですけども、2人とも今アウトになりましたね。これでチェンジになってますね、はい、いや多分、まあ、今抗議来ましたけど、三塁ランナーが住谷ですね、住谷先にタッチしたはずなんですよね、ですから、セカンドランナーは、ベース踏んでいれば三塁ベース踏んでいればセーフだと思うんですよ、先に住谷をアウトにしたわけですよね。そうですね、だからベースに戻る、完全に戻っちゃってるわけじゃない、ここでタッチ してるんじゃない、してますよね、で、坂田は踏んあ、ここ今住谷がベースに着いたと同時にタッチをしたから住谷はセーフなんですよ。後ほどまた、改めてご紹介したいと思いますが、8回の裏6点を一挙取った埼玉西武ライオンズです。